キャラバンハウンドキャラバンハウンドは、インド中部原産のサイトハウンド犬種の一つである。古くから存在する犬種で、サルーキが原産地に適応、進化した結果誕生したと考えられている。主にのウサギ、オオトカゲ、ホエジカを狩るのに用いられる。視覚で獲物を発見し、見つけると、サイトハウンドの持ち味である脚力で追いかけ、自らの力によって仕留める。 獲物の足の方が速かった場合でもスタミナがあるため追い続けることができ狩りの成功率は高めである人量犬として使われることが多いが現在は消毒具としても使われるようになったしかし原産地であるマハーシュトラ州とカルナータ州が接している地域でしか飼育されておらずインド国内でも珍しい犬種の一つとなっている2010年現在 フシーにはまだ公認されていない。サルーキの子孫の一つではあるが、胴体の形は、スルーギに近く、それ以外の点は、サルーキの飾り毛を取ったような姿をしている。優雅でありながら、たくましさも合わせ持つサイトハウンドで、マズル首、足、胴、尾が長い。引き締まった体つきで、凛とした顔つきをしている。耳は垂れ耳、尾は、飾り毛のないサーベル型の垂れ尾。コートは、 スムースコートで暑さに強く、原産地の気候によく適応している。毛色は、ホーンやレッド、キャメル、バフなどの茶系の単色かそれをベースとしてホワイトもしくはブラックのマーキングが入ったもの。対抗はオス60から72センチメートル、メス64から68センチメートルの大型犬で、性格は主人に忠実だが、それ以外の人に対しては慣れず後期で傲慢。 警戒心が強い。しつけは基本的に主人からしか受け付けないが、頭の回転が早くいざという時の対処に長けている。力強く走るのが早く、狩猟本能が高い。運動量も非常に多く、初心者には飼育の難しい犬種の一つである。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年。 ありがとうございます。